日本鹿児島県鹿児島市本港新町本港新町は鹿児島県鹿児島市の町郵便番号は892-0814人口は0人世帯数は0世帯面積は0.267平方キロメートル本港新町の区域にある鹿児島港本港区には桜島フェリーや離島航路の埠頭と旅客ターミナルがあり鹿児島市の海の玄関口となっている また、ウォーターフロントとして整備されており、イオワールド、鹿児島水族館や、ウォーターフロントパークなどがある。鹿児島市の中部にある、臨港地域にあり、町域全体が、埋め立て地からなっている。町域の西方には、泉町、小川町、安井町、名山町、西方から南方にかけてに、住吉町がそれぞれ接しており、東側には、鹿児島湾が面している。 町域には、桜島フェリーや種子、薬高速線航路、奄美、沖縄航路、フェリーと島、フェリー、三島などの旅客船の発着港が集約されており、鹿児島市の海の玄関口となっている。また、ヨワールド、鹿児島水族館があり、隣接して NHK 鹿児島放送局が所在している。 1982年の公安計画改定により、本港区に離島航路集約と商業、文化施設の建設を行うこととなり、1986年に埋め立て工事に着手し、1998年までにかけて鹿児島港の本港区として埋め立てられた区域である。1993年に北湖、10年には南湖が竣工し、同年には 桜島フェリーターミナルも共用を開始した。1991年3月29日に、こういう水面埋め立て地の区域より、鹿児島市の町、本港、新町として設置された。1991年11月13日、1998年12月8日、2001年3月23日に、それぞれこういう水面埋め立て地の区域を、本港、新町に編入した。 1997年5月にハイオワールド、鹿児島水族館が開館した。2005年4月25日には、複合商業施設である、ドルフィンポートが開業し、2006年10月にはそれまで、天保山町に局舎を置いていた日本放送協会の鹿児島放送局は、本港新町に局舎を新築して移転した。NHK 鹿児島放送局私立小中学校に、通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。